今の ChatGPT の、えーまあ、一番左上の表記は4となってますけども、えーまあ、秋篠宮佳子さまの好きな音楽や映画について知るっていう,うーワードがあったんで、ね、そこをアクセスしてみたんですよ。クリックして。で この辺のところはだんだんこう文字があの表記されていって、えー、まあここまで出てきたんですけども、結局これ外交で行った時のその文言に合わせて適当にあの出てきてるだけであって、過去様自体が好きな音楽が、あのプライベートの時間に聴いてるような音楽が出てきてるわけではない。 これがチャット GTP の本質なんで、その辺のところをね、あの皆さんあんまり誤解しないように、ここに記載してるからといって、それは本当ではないと、本人に聞くしかないと、まあ、そういうことです。